ゃうん。
怖がらないぞ。あ、ここ間違えたら終わりだ。未来とは1秒後、明日でも来年でもなく、たった今から始まるんだ。僕らに見てる全ては過去さ。
ありがとうございました。よいしょ。よし、よしよし。一日だよね。さあ、それでは改めまして通常配信スタートです。おはようございます。おはようさん。昨日はここで一緒にいないもうみんなもうお涙がお涙がって感じでしたね。おはよう。343日ありがとうございます。改めておはよう。おはよう。取って出しの写真の真顔が男前すぎたそう、あれなんかみんな真顔でっていうあれになって、そう、真顔バージョンどんな感じになったかかの見れてないんですよ。大丈夫か。改めておはー、ありがとう。343日、もうすぐじゃん。ニキちゃんはね、増えたよ。ニキちゃん、新入りニキちゃんがいっぱいいる。うん。おはよう、昨日楽しかったよ。楽しかったよ、カラマ。おはよう、はこんばんちは。事務所のコメントありがとうございます。めおみたいさんじゃありがとう。おはよう、おはよう。昇格明けの子のお疲れ様、貴族屋のさんちゃん、めっちゃ美人さんでした。嬉しい。はよんちゃん、なんだよね、おはかろん。昨日の公演味わい深いのもハモルもありがとうございましたツイッターでもなんかまあまあまあ言ってくれるのは嬉しいですけど、ちょっとカノさんできない。おはよう、おはようございます。いた、ヨンちゃん。今日は未来とはを弾かせていただいたんだけど、あのさ、最初のサビが終わってさ、あの未来とねね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 ね。はよんちゃん、なんでね、あれ戻っちゃった。ありがとう。はよさんちゃん、おみたいさんちゃん、ありがとうございます。はよう、おはよう。かのさんは見れるのだって、ありがとう。ぼさよんちゃん、もう今日ぼさぼさ。好きなさかの、こちらこそでもさ、未来とあいつ、たった今から感じ、お城だ、お城建設されたよ。え、お城、お城、お城。手袋ありがとうございます。おはよう。新聞紙を好きの印のキス。おお、怪文じゃん。キッシュ。昨日公演楽しかったです。ありがとうございます。カノも楽しかったです。主権さん、ありがとうございます。おはよう。愛知県出身17歳のさんちゃんことカナデル、あ、こっちだ、今日カメラ。カナデルズと書いて、さだかのです。ペコリゴン。お願いします。コンサートからのお声お疲れ様でした。広報からの応援でしたが、届いてましたか？もちろんですよ。ありがとうございます。昨日はみんなジーンと、そう、ジーンとしてたね。おはようさん、やっぱね、歌詞がね、やっぱ、こう響く歌詞とかもたくさんあって。おはようさんちゃん、昨日の最後の曲しか見れなかったので石津生誕祭見ました。あらららららら、昨日はチャイムの時にビッグハートポーズちゃんと見てたよ。お、映ってた。好きな朝かの予備ありがとうございます。予備団さん、昇格おめでとう、ありがとう。まなちゃんのモハム初披露、そう、昨日やってみたけど難しい、あのステップね。収穫今知りました、おめでとうございます。ありがとう、こっちだけカメラ、ありがとうございます。おはよう。
今日は銃器戦が劇場公演のお披露目から2年です。テロップ入れようかな、そうやって銃器の劇場公演でのお披露目から2年銃器銃器の劇場でのお披露目から2年OK。 ちょっとさ待ってよ、昨日の公演楽しかったよ、カノも楽しかった、グッてありがとう。コンサートの私は10だった、10ウルトラマンみたいいい感じ、かっこよく。ニキちゃん日記研究生募集始まりました。ニキ宮森隊参上ありがとうございます。波乗り隊を終了いたしましたか、ありがとうございました。おはようんちゃん、なんだよねん、24日公演楽しむよ、だって楽しんでいこう、飛んでないぞ。孫が絵になるのは美形な職業、あ、嬉しい。こっちだ、ダメだ今日も、昨日カメラこっちにしたからさ、もうずっとこっち見ちゃう、喋るとき。嬉しいです、ミカちゃんのギターめちゃくちゃうまかったね、あの最初ティンティンティティンティンティティンティンティン、絶対緊張するに、すごすぎ。遅くなったけどチーム衣装かこめるとありがとうございます、嬉しい。ナッキーさん、ナッキーさんに、あ、うん、お城、あ、いた、お城、お城あった、お城ありがとうございます、お城ありがとうございます。名古屋城、これ名古屋城じゃない、だってなんか社長こついてるもん、ありがとうございます、あ、お城ありがとう、びっくりした、お城ありがとう、お城、お城、お城だわ、ありがとう、どうしよう、ありがとういっぱいありがとう言っとけ、ありがとう昨日ね、そう昨日なんかランキングカノンのこのランキングが表示されなくなっちゃったね、プンプンだったんですけど、それは多分見つけられてなかったのかもしれないんだけど、そうだけど、あのファンの方からツイッターで後で上げてくださっててね、本当に昨日に引き続きありがとうございます。うん、初見さん、おう、ほう、立ち見から紫色ピンク振りまして、ありがとう、ありがとう、嬉しいよ。好きださ、このこちらこそださ。予備に、お、ウルトラマンになった夢を見ましたか。ウルトラマン、ウッキー、ありがとう。指9本しか使えないかギター難しいのかな、だって、ああどうなんだろうね、弾き方とかをちょっとずつ変えればいけるのかな、どうなんだろう。昨日は新世代この疲れ見せないパフォーマンスでよかった、あのね楽しくなっちゃってそう全然大丈夫だった。いつみきちゃんの自己紹介の時に腰に手当ててクールに見守るかのんちゃん、あれ受けたあれあれ、そんなクールな、え、何偉そうにしなかった、大丈夫かな、うん、50巻とかにありがとうございます。美容多めだと得した気分になります。どうして、あ、これこれどこの美容コメント、あれこれか、ギターメモ盛り配信、今日はですね、あの、はい、ホテルに行った時に挟むやつをね、サブレット持ってったんですよ。でもスーツケースから出せてなくて、まだ名古屋ドームでの逆再生収録のコンサートの思い出曲、そうそうですね、未来とは可愛い選抜のカロンちゃん、おはようだって、ありがとう可愛い選抜、うん、ありがとう、わーチームEに
昇格おめでとう、ありがとうございます。昨日はこのお疲れ様でした、お疲れ様でした。タバありがとう。腰に手当てるのくせ僕はよくやっちゃう。だってねえ、やっちゃってるかもしれん、知らず知らずのうちに。お城ありがとう、ペコリガツン、噛んじゃう噛んじゃう、ありがとう。昨日ギフト見えづらくて悔しそう、悔しそうにしてたんで、もう一回投げつこうだね。ありがとう。変な声出ちゃったじゃん、えーとか言って。ありがとうございます、よく見えます。ドドーン、おはよう。2日間来れなかった、ごめんね。だって全然だよ、忙しかったね。あ、餃子の王子様。餃子の王子様、おはよう。そういえば何ですか何ですか、ペコリゴン、ペコリゴン、美しくない目が、どういうことどういうこと。カノンさん、カノンさん寝起きだからだよ。ガメラ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 カメラ、おはよう。 DVD 化してほしいな、新世代コンサートしてほしい、ぜひしてほしい。おはよう、ビッグハートポーズ、わちゃんと見てけど、どっこいしょは見逃した。気合い入れてやったよ、昨日もどっこいしょ。昨日も声のアナンちゃん泣いててキュンって、でもあーって、もうアナンちゃんと目が合うたびに、あー大丈夫だよって、もう本当にそうずっと思ってた。おはようおはよう、チーム員嬉しそうだった。まあ、どこのチームでもね、カノン様頑張るし嬉しいけど、あのチームイーさんはね、アンダーにも出させていただいたりとか、ね、こう配信でもよくイーさんの歌を歌わせていただいたりとかもしてたので、はい、嬉しかったですよ。1周年ありがとうございます。メモリ大参上ありがとうございました。お城聞けなかった、危なかったね、確かに運があるからね。1周年うんとか、カノンちゃんおはようございます、どうもありがとう。水のないプールでアランちゃんが泣いてて、ミレイちゃんが涙の目をもらえ、 DMM でももらえ、ニキニキちゃんニキちゃんニちゃん、いいね、ありがとうございますね。鬼滅集合写真の時イカちゃんとじゃれついてたね。だってじゃれついてたね。おはよう。お、初見さん、友ってどういうこと、一列整列でも10、あれだ、エンジン。おはよう、昨日は同期のみんなとどんなお話した、どんなお話したの昨日。んー、あ、でもやっぱり新世代コンサートのあの何思い出ましというか、お話とかも出てたよ。どうだったね、こうだったねとか、あとなんだろう、あとはまあいつも通り差し入れものお話もしたし、いろいろ話した。メモリ大参上ありがとうございます。劇場も遠くて行けないんだな。あ、そうなの、来れたら、来れる時に来たね。お見送りの時うちわで久しぶりに DD になりました。だとおお仕事行ってきます。だって行ってらっしゃい、すごい顔してる、行ってらっしゃい、おはようございます。現地で見てアーカイブでも見直したけど、昇格スピーチの顔いい表情だったね。だってありがとうございます。後ろ渚は10期全員でやると思ってた。ああ、新世代コンサートかな。ねえ、あのギターとミキちゃんの歌と、ねえ、あのバージョンはもうあそこだけかわからないけど、まあわからないけども、すごく素敵でしたよね。すごく、ああいうなんていうの、渚、ああいうなんていうのコンサート、ああいう何パフォーマンスというか、ああいう何形っていうのもが全然想像したことがなかったので、すごい素敵だった。いいね、ギターでね、泣きそうで、いいね。カノン城です、カノン城立ちました。こなゆき、ありがとうございます。今日は発揮いいぜのチームいいの先輩に会えますね。お、
会えますね。24日カノンうちは初披露します。新世代来ない気づかなかった、すいませんすいません、楽しみにしてます。お知らせありがとう。ピアノ弾く時の立ち姿、バンドでギターを変える人のそれでおおと思った。それいやもう本当にすごいと思う。そうイカちゃん本番もねもちろんすごくかっこよかったし、そのギター持って弾いて弾き語りしててかっこいいなって思ったんだけど、あの昨日帰りギターを持って帰るわけじゃないですか、当たり前だけど、ね、で帽子とかかぶってコートみたいなの着てギターを背負ってたの。もう今から弾き語りに行くって感じの、もうすごいなんかねすごいこうアーティスト感漂ってた漂ってたアーティストなんだけど、もちろんまあまあその弾き語りのアーティスト感がすごいね、もうかっこよかった。終電目が覚める、目がパチッ、おはようせんちゃん、中野から昨日の公演ありがとうございました、あありがとうございました、なんかなんだっけ事前に言ってくださってたコメントありがとうございます。あのお見送りの時の中部国際空港行きは1日に2便しかないのです。おお。みおもいたいさんでありがとうございます、ウキありがとう、ナッキーさん何だろう、頑張って頑張ってカモちゃんおはよう、ビッグハートポーズありがとうございます。カモちゃんギターでそうそう一曲ちゃんとまとめるようにしていったらよきかと、あずっと動いてた画面がね、確かに今はねなんていうのいろんな曲をやってきたけど一つの曲をねやってもいいかもしれない。はよ、今日おしざ6細かく計画を出せるの校長、今日の予定よりスタップ、わかった、1週間曲を決めとるのまで止まらずテンポ、あー弾けるテンポから、なるほど、50頑張りありがとう、ラッキーポイントはゴミ袋、ちょっとなんかええって感じだね、ゴミ袋わかった、薬指が曲がったままが原因とか当たりそう、うん、だんだん早くしていくとかで金曜日にあの歌もちゃんと歌えるようにするとか、おお。昨日のお弁当のマンゴー食べなかった、うんまあまあまあちょっとさちゃんと食べた、食べました、食べたマンゴー食べた食べたけど、マンゴーうんあの いろんな種類あるじゃん多分マンゴーにも、そうマンゴーが嫌いなわけじゃないけど昨日のマンゴーはまあ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 ぐらいだった、うーんっていう感じだった、欲しいになっちゃった、その方がかな人前で聞こえる、うん確かに確かに確かに、昨日はみんないつになく楽しそう、楽しかった、50を目覚めの届きありがとうございます、おはよう、みんなで偉そうにはしてなかった、あみきちゃんのファッション攻撃してるのを生還してたどこ行ったどこ行ったどこ行った、中野で赤見ての熱目で早かのが目の前です、おっ楽しい2人が並んでいて最高です、楽しい万歳だって、楽しい2人ありがとう昨日の見送り気配を消していたから、昨日の音楽消してたよね、消してた気がする、偉そうにしてないよね、よかった、おはようさんちゃんペコリゴン食おめでとうございます、ありがとうございます、昨日はテレブロさんが見に来て行って差し入れでメッセージ入りにヨクザジュースをもらった、そうなんですよ、よくぞご存知で、ちょっとかのまだメッセージが読めてないんですけど、あの読めたわ、読みました間違えた、読みました、本当にね、あの公演の後にも見に来てくださった後にもあのコメントをくださって本当に素敵な言葉をねたくさんかけてくださった、おはよう、遅ればせながら食コメント、あ
ありがとうございます。ひとみきちゃんのファッション攻撃面白かった。センスがっていつも変な声、いつも変な声やん、好きだな、いつも変な声。おはよう123ちゃん、10期生愛を強く感じた公演だったようだって。そしてパワーアップしてた。お嬉しい。若手メンバーにファンレター書いてないから落ち着いたら書こうかな、だって。カノンさんも待ってます。本当新世代コンサートの円盤希望すぎ。うん、まあ惜しくなかった。多分好みがいろいろあるんだと思います。気づかれない岩崎シューピンクサイル振ってました、ありがとう。さっき昨日の夜お弁当もらってきたけど食べずにバタン球、これから食べ、あ、そうなの、唐揚げだっけ。仕事行ってきます、行ってらっしゃい。さんちゃんチーム移植おめでとう、さんちゃんに推しバレるだって。ありがとう、バレるね、バレちゃうね。さなちゃん会私が責任持って面倒見ますね、だって。まあ、面倒を見てくれば嬉しいですけど、これは危ないですね、危ない。カノさん、みーちゃん、いい公演始まった、ダイのさえ振ればいいのさ、だって。それはもうカノンさんだな。チームイーの好きなメンバー多めです。あ、そうなんだ。チームイーの投資株でこれからサイリウム5本。わーおーわーわーわー、仕事行ってきます、行ってらっしゃい。カノンちゃんは昇格直後から前を向いていった気がします。はい、前を向いて頑張ります。はい、4フフフだって。アランちゃん寿司だ、だってね、危ないよね、あのコメント。これからは里加穂さんいなくてミレちゃん、カノンさんいる公園投げます、あ、かぶらないように。50馬お届けありがとうございます。ウーマオラモル、オイラを早く解決か出せかな、そう、まさにそういう感じ。家族で SK が好きで、自分は2011年ぐらい、お、そうなんですね、長くありがとうございます。2021ね、10年ぐらい、ありがとうございます。なんでチーム E がいいと思ったというと、多分パフォーマンスが一番成長できると思う。あ、本当、ちょっとね、頑張るね、カノンさん。カノンさんに伝えたいことあるから、お手紙かかかかか書いてみる、読んでもらえますか。もちろんもちろんもちろんですよ。劇場を広め2周年の朝に未来とを弾くとは。おめでとう11人全員で作家10期生ですね。イエス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 。カノンちゃんはピアニカお大丈夫、渚の夢最小ごと、やばい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 、感じっていうか読み方が、なぎさのイメージ、ピアニカ、ベベベベってダメね。おはよう、のんちゃん大好きだ、大好きな君が大好きだ、僕全力で走る、ありがとう。おはよう、マイティ不器用太陽を代表したの思い出した。昨日のみっちゃんのインスタの子で、さんちゃんもあんな感じ似合いそうだって。おっ、みっちゃんさん、カノンチェックできてないんですよ、どんな格好してましたか。おはよう、彼はやめられるクリスマスバージョンを昔コンサートで聞いたことあったから嬉しかった。あ、そうなの、カノンは初めてだったんだけど、多分タン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 、タララ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 ラタン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 、すごいよね、本当にクリスマスになってたもん。おはよう、今日は劇場で赤いじゃん生誕祭、ダイヤモンドホールでナオさんのソロライブか。お、そうなんですね、元気ですか、元気なら何でもできる、1,2,3ちゃん、こまにやってろん、また携帯の方から座れました、今月3回目だよ、それは辛い、落としたんですか。おはよう、ビア声を残してほしいけど、言うよ、ひすさんの携帯運んでかわいそうだ、そう、本当に今直出しなのよ。手袋ありがとうございます、
4日の宮古島公園にメールで応募できるかスキー運営さんにお願いしてみました。さてどうなるか、当たってほしい、応募できますように。なんちゃってポーズ。カノンさんは携帯のケースは手帳型？違う、カノンさんはあの手帳型じゃないんだけど、今のケースすっごくいいの、もうどんだけ落としても大丈夫。画面のところにピキッとかいて当たったら終わりだけど、こう端と角とか下裏側だったら全然大丈夫、ボンボン落としてる。1月も研究成功あるかね。うん、今日も一日になりますように。24日の9人前の小林までたくさん来る曲教えて。だって9人前、うん、今日はあかりちゃんの生誕祭ですね。嬉しすぎて夜寝れなかった。おお、今眠いですか？眠いですか？はい、楽しんできてね。意外にマンゴーだったの。そう、意外にマンゴーだった。うるさくないよ。うるさくない。白紫白のサイリウム、白の一本をピンクにして並びを変えたら、ほらサンちゃんのサイリウムの完成。わっ、魔法みたい。いい感じ、その作戦でいきましょう。私の方からプレゼント、はい、嬉しかったです。みくみちゃんの笑顔で描くのが面白かった。チーム E に昇格ということで、目標の先輩は誰ですか？だってカノンはもうそれぞれの先輩に、そのそれぞれの先輩のあここを目標っていうか、ここ素敵だから先輩みたいにできるようになりたいなとか、それぞれあるので、誰か一人はあんまり決めたことないんですけど、でも自分らしさをちゃんと出せるように頑張りたいなって思います。なんか自分がちゃんといるよって皆さんに気づきつけてもらえるように頑張りたいと思います。入浴剤とジュースだっけ？そう、ジュース美味しかった。もう24日のボード考えたから安心、安心。24日も気配消して応援しますね。だってなんでやねん。今日は回文の日、遠距離恋愛の日、バスケットボールの日、納め大使。ほう、回文さっきもありましたね。よし、ヨナム24日のヤグラグのトレードで当たって、お5ヶ月ぶりの劇場かのちゃんに会いに行きますね。だって思いわからん、嬉しい。まだ全開で名古屋に向かって行ってたら部屋がキンキンになってますって。あら、大丈夫？風邪ひかないようにね。おはよう。さんちゃんはやはりチームに希望だったの。どこでも嬉しかった。おはよう。クロスワードパズルが欲しい。お、第1回コミックマーケット開催、漫画からはあんまり読まないんですよ。次のコンサートも亀戸席作ってほしい。亀戸席ツイッターに上がってて、かのね、全部スクショした、上げてくださった亀戸席の方が上げてくださった写真をパシャ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 スクショしてあります。おはよう。24日僕はさ、年内最後の公演になりそう、楽しんでいこう。ハポのさえ振ればいいか、なんでやねん、大変だ。やっぱタコになったらいいんじゃない。別にチームインには好きなメンバーしかいないから、そういうじゃないだからね。あれ、チームインで全曲紫白ピンク振る時が来るのね。あ、来るの。コンサートも仙台ならギリできるかな。お、開運の日だって。で、じゃあカノンやんのか、カノンやんのか。1月終わりから静岡に1週間泊まり込みになりそうです。あら、そうなんですね。静岡といえばいろいろと公園で
ね、お世話になるところですね。昨日のお見送りの時のフリップはこれなんて読めばよかったの、何工事、特貫工事でいいのだったけど、色だけはこだわった。ありがとう、ありがとう、嬉しかった。同じチームの同期ってかけがえのない存在になると聞くから、みえちゃんとそうやって進んでってね。だってもちろんもちろんもちろん、おはよう、いい公演始まったら最後左手に3本右手に3本指が壊れちゃう大変だ、しょうがない、またアナちゃんに好きだよって言って睨まれよっと。なんでやねん、なんでやねん。チーム E だとカノンちゃんを見る機会が増えるかな。お、白を一歩そう桃に変化して、はい、くるって、おはよう。1月はカノンさんに公演とかであまり会えないかと思いました。あららら、今日はほぼど真ん中でカノンちゃんのこと待っててもいいですか、うふだってサイリウム3本持っていきま、ますすせんますま持っていきます。カノンさんはチームになる、あ、名前でどうなんだろうね、どうなんだろう、どうなんだろう。さんちゃんの漫才の相手はミクルなんです。はい、そうなんです。 MC でコンビを組ませていただきました。握手会やれてた時は仙台のゼビオアリーナまでは雪道だったけど行きました。片道4時間ぐらい。おお、大変だ、それもね。ねえねえねえ。みおも一体参上、ありがとうございます。コンサートでのクリスマスカラーの衣装めっちゃ素敵でした。ねえ、あれすごい、ねえ、衣装すごいよね。かわいいよね。なんかクリスマスをちゃんと感じられる。自己紹介 MC のクリスマスプレゼントはドラえもんかも、の本は無理だろうけど人形が大量に来るかな、どうかな、来るかな来るかな。ドラえもんです。歴代愛されてきた研究生公演は昇格と思い出しました。あら、そうなんですか。チーム員にはイダちゃん、ナッキー、みっちゃん、ハタゴ、アミちゃんいる、どうしましょう、だって大変。ハンマーが殴ったら、だって、えスマホの話、あれじゃない、あのこの画面の方じゃなかったら大丈夫かもしれないよ。いいに、みっちゃんもいた、あ、おーちゃんもいた、あ、いいに、お仕事すぎて公園行くの怖くなってる大変だ。メンバー全員のソロコンサートはまた見たいです。おー、おはよう。まだ急に言われ、秘密、え、ミシャンの名前で思い切りと、え、何のことですか。今はプレゼントもファイナルも劇場に送ってくださいの、ね、え、それより違うのかのが経験したことがないんだよ。これからフェスティバル公演最後右手に2本左手に3本、頭に1本します頭を使ってさとこ路線で行きますか。行けないです、カノンさんは。それはね、サイリウムの色を変えた瞬間カノンさんに見つからないかドキドキしなきゃね。だってもうドキドキスリリングだよ。3ゾロみたいですね。だってワンピースの仕事行ってきます。行ってらっしゃい。いいに、釣り、知り合い多い、え、知り合いメンバー多いからカノンさんのこと頼んでおきます。お願いしますとか本人は何も言わないで。そうなの。今日はさんちゃんの昇格2日目を祝う日。そう、まあ、一応ね、正規メンバーとしての活動は15日からなんですけれども、1月24日に向けてクリスマスバージョンのうちわ作ります。素敵素敵素敵、楽しみ。どこでもかろ、どこでもかろ、遊びに来てありがとう。おはよう、すずちゃん19歳。ああ、お話が出てますね。11期のね、そう、オーディションの発表がされて、どうなんだろう、どうなの、やっぱね、どうなるんだろうね。でも慎重に、なんだろう、やっぱすずちゃんはさ、この昨日か一昨日か、もう一昨日の
サートとかも見て、すごい熱が高まってるよ。 SKE 熱が、 SKE 熱高まってるし、けどなんかいろいろちゃんとね、いろいろそのもしすずちゃんがやりたいってなったとするじゃん、そしたらその思いもやっぱちゃんと大切にするし、やっぱこうやってカノンも活動させていただいたりとかしてるし、なんかいろいろちゃんと慎重に考えて決めるっていう話になると思う。もしすずちゃんがねやりたいってなった時は慎重に家族みんなでね考えてっていうあれですね。くしゃみでそう。個人的にはいいわ、今一番楽しそうなち、もう結構嬉しい。お、本当ですか。いいね。おはよう。24日の公演は途中から入るからピースしていいですか。だっていいですよピースしていいですか。いいですよ。11期生は10歳が、そうそうそう、年齢もね、そうなんですよ。12月の10期生の公演全部当たったのに、あや卒業公演まで当たってしまう。よかったじゃない。静岡で分かりました。いい公演で里加法に生ロール初披露しますね。なんでやれなってロッキーに続いてプロマステラスの皆さんもね、そうそうそう、浜松で1週間、あの発表があったんですよね昨日。チームイコーに応募する未来が来そう。嬉しい。おはよう。ロッキーの出張公演について、そうそうそう、プリマステラ皆さんで、おいらも10期応募してカロンちゃんの後輩になるぞ。自分は諦めない。うん、すごいですね。当選する方、当選できるんですよね。だってねえ、おじさんは応募対象外ですチーム員には歴代カノンと、あ、つく名前が多い。うんうんうん、木本カノンさんとキャノン T さん、石川カノンさん。チーム員といえば仲出し衣装、今後も油断できない日々が続きますね。そうなんですよ、お正月来るじゃん。気をつけないとやばいよ本当に。チーム衣装かくでよかったからパフォーマンスが収録できるし、ありがとう、頑張る、成長できるように。その覚悟はミレイちゃん支えてあげてくださいね。だってえ、もちろんカノンなんかでねできることがあったら全力で支えます。おはよう。グラミちゃんの方がちゃんとしたもの出してくれる。そうそうなの。じゃあドラミちゃんに変更しようかな。ちなみにチームエスコアアナンちゃんの昇格でサイリウムが10本に、それは大変だ、それは大変だ。来年は東海行くの減りますが、カノンさん会えば減りません。あ、11期東海さんカノンは増えます。んんんんんん、カノンさん、カノンさんとこに、カノンさん、カノンさん待ってるね。ノーフフノーライフ、ノーフフおはようにゃん。公演キャプツイしたけどうまくできなくても、全然だよ、もうありがとう、嬉しい、嬉しいです。星になってるよ。チーム別ツアーが来年もあるというね。チーム員は北海道だった。北海道行くぞ、行きたいぞ北海道。結構北海道の方いるから、横浜にも。お嬢カノンさんに好きだったのでお届けありがとうございます。おはよう。チーム S はアナンちゃんサイリウムに徹するよ。だっていいね。おはよう。ビーデビューを言ったと、かわいい。星になった、翌日に。あ、星になった。あら、大丈夫ですか、今もう大丈夫。50カノンフーチドカン、ありがとうございます。行ってきます。行ってらっしゃい、頑張ってね。収穫おめでとう、ありがとう。昇格したらちゃんとふまちゃんのハイテンションについててね。もうついてく、ついてく。
もし病院にね、大丈夫、もし重機書類審査あってなさ、挨拶行かなきゃ、挨拶大事、まあまあ挨拶は大事だけども、まあ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 、すずちゃんって石津さんと面識ないの？みずきちゃん、みずきちゃんとそんなにないと思うけどな。昔は郵送だけでなく劇場にプレゼントっていうボックスが、あ送ってくださいっていう形しかなくなったっていうことか。直でこの劇場に行った時に渡せるっていうのがなくなったっていうか。沢田姉妹皆さんはどうですか、沢田姉妹は。ねえ、すずちゃん黒、中野サンプラザのツリー前ですずちゃん写真撮ってたけど、隣のスリムな人はスヌパパさんかのね、え写真しっかりとは見れてないんだけど、こうハート作ったりとかしてるの載せてくれてた、載せてたよね。今こそはずみさきの願いを叶えなきゃ、叶えなきゃ。およいたいさんじゃありがとうございます。11期に流れる予定はございません、溺れないとは言ってません。怪しいですね。ダンススクールで最近ショックしたほうがいい。まあいろいろ考えて、アイスと情報収集は大事。もう情報いっぱい知ってるから、ヤッコファミリー。お母さん、お母さんも言ったよ、そのままも上がってたよ、写真いたよ。あ、クラッカーありがとうございます。スーちゃんのサイリウムは白と黒やね。確かにいいねもう決まったねすーちゃん15期ぐらいどうかなクラッカーありがとうございます。星2トゥー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 を外して読んでください。トゥートゥー、なんだ、話したいことがいっぱいあるけど時間だわ。今日も頑張りましょう、応援してるよ、行ってき、行ってら。あの、はい、おはよう姉妹メンバーはかんかな、なんでずっと言ってねだって鼻かいいです。おはよう、すーちゃんはリドクリップもあるから洗濯難しい。中野の劇場でコンサートを見たその家の皆さん感想はどうしたかだって。あ、感想言ってくれましたよ、すごくねえ、みんなキラキラしてて素敵だったって言ってました。お披露目にしてね、おめでとう、ありがとう。おはようさんちゃん、10歳メンバー10歳、おはよう。プリマスルちゃんが SK に行きたいと思ってくれるグループであることが嬉しいです。おはようさんちゃん、おはよう、ハブナイスデイ、ハブナイスデイ。正規メンバーとしての初公演見たすぎる娘を持つ親の立場からも小学生のうちからとか、まあ、すごいね、まあまあそう、すごいよね、ミレイちゃんもほんとしっかりしてる。やっぱ後輩からの呼び名はサンちゃんさん、サンサン、サンサン、サンサンさん。でもスヌちゃんは挑戦したいだろう、どうかな。ラスボスに昨日静岡来るよねって圧、あら、あらららら、アリさん秋田だから遠征はなかなか大変、全国ツアーとかなら来れそうな気もするけど、もうやらないのかな、わかんないけど、やりたいよね、やりたい。チーム E 公演、駒月遥か生誕祭、すごい生誕祭しか入ったことがない。そうなんだ。お、49分、今日ももうすぐ終わっちゃうぞ配信が。おはよう、お腹出し衣装の着こなし屋かなたさんからアドバイスもらいましょう。お、逆にカノンさんがミレイちゃんに支えられるので、そんなそんなこと言わないでよ、頑張るもん、カロンさん。そうだね、慎重に考え、そういろんな
ねえ、そうそうそう、カノンさんは、ね、寝起きすっぴんでもそんなしっかりしたモメントができる、本当に尊敬するよ。全然しっかりしてないよ。4月15日昇格するさんちゃん 3.1 ちゃん、なかなかさんちゃんにならないんだから。おはよう、ごちそうしますよ。おいしいものをごちそうしてください。みょんいさんで誕生ありがとうございます。おはよう。心臓治療、あ、オペオペ大丈夫でした。サイはノフフフかな。うふふふ、うふふ、チーム E の昇格したからツッコミの能力曲げていかないですよ。だから頑張る。おはみー、おはみー、いい公演ペンライト6本頑張って。願いさん、ヨーヤンシーン、ユーシーは仲良く嬉しいだすーだってね。そうですね、確かに確かに。マキコさんがキャプテンで支配人でチームのメンバーってことは伝えておいてね。お、では仕事始め、忙しい日が続いたから体調崩すこと多いから気をつけて。わかった、気をつける。皆さんも気をつけて。チョッキが好きです。あー、ありがとうございます。すごい急な告白ありがとうございます。ウィーナーさんありがとうございます。おはようございます。おはよう、おはようさんちゃん。あれ、白井姉妹でもう手いっぱいでそうだった。こんばんさんちゃん、遅れたけどおめでとう、ありがとう、嬉しい。高田姉妹もうそろそろ、そうもうそろそろ来ます。ヤッコファミリーの情報もすごいからね。うーと19人を溺れちゃうんだろう。おめでとうございます、ありがとうございます。カノンさん推し DD 多いから11年注意して見てみて、ね、あ、真っ先に俺が見つけた。もう皆さん絶対行くじゃん。スノちゃんじゃんけんグー、カノンはバン。家の敷地内に9位残ってるから収穫しないと100以上あるかも。え、9位。沢田家の推し面は、沢田家の締めはみんなだもん。沢田家も DD だからしょうがない。みんなさんの帰ってきたんだったけど、お姉ちゃんからレスもらえた、イエーイ、いってらっしゃい。そうレスもらえたって、そう気づいたんですかの、はあ、いると思って、すぐちゃんいると思って気づけました。さあそれではね、ちょっとすぐちゃんじゃんけんも終わったところで、今日はもうサンデースタイムのお時間が近づいてきましたが、今日はここでプチプチプチ重大発表があります。デデンデンデデンデンデン。さあそれでは、だんだんとメンバーも増えてきたマルファミリー、ベロマル、オラマル、クママル、ガオマル、マルマル、いっぱい、チョキマル、いっぱいいますね。さあ今日はなんと新メンバーが加入いたします。おお、そのままでででででパオマルで、じゃーん、ででででででで、どう、わー、パオマルくんが今日から新メンバーとして加入することになりました。ではパオマルくん意気込みをどうぞ。ああ、そうですね、僕はみんなよりも後に入ったんですけど、やっぱり丸軍団ということで丸さを頑張って出していきたいと思います。パオはい、ありがとうございます、挨拶。ということでね、今日は早速ですがパオマルくんとサンデスタイムをしていきたいと思いますはい、それでは今日も13からサンデスタイム
張り切ってパオーン。13位さんです、ありがとうございます。12位さんです、その結果を見にぺこりん、ありがとうございます。11位さんです、あとの曲かぶりじわ、ありがとうございます。10位さんです、あとあまだありがとう。9位さんです、あとマーク横浜にレッデイ、ありがとうございます。あ、入れ替わっちゃった、入れ替わっちゃった。10位から読もうかな。10位さんです、あとマーク横浜にレッデイ、ありがとうございます。そして9位振られながら横浜にてれてれ、ありがとうございます。8位さんです、あとはかくあむりまろまろ、ありがとうございます。7位、夢の国おじさんです、ありがとうございます。5位、おばさんなのね今日はね、あとはくおんゆかみに、ありがとうございます。4位さんです、あとはかくあむりイエーイ、ありがとうございます。そして3位、あここに来たんださんです、あとはかくあむりでてい、ありがとうございます。そしてそして2位さんです、ありがとうございます。そしてそしてそして今日の第1位はドゥル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 デーンさんです、餃子ありがとうございます。今日もありがとうわ、ありがとうわ、ありがとうございます。そして今日の85位やっこさんはドゥルルドゥンさんです、おめでとうございます。あなたもぜひやっこさんになっちゃってくださいね、バッキュン。はい、ありがとうございます。はい、ということで、はじめましてだって初見さん、ありがとうございます。愛知県出身17歳のさんちゃんこと奏でる音と書いて沢田かのんと、今日新メンバーのパオマルです。デデデーン、ゾウの鼻は便利だよね、すごいリアルなんだよ、すごいパオマル、パオンパオン。そうなんでパオマルくんが今回あの新加入、新メンバーとして加入することになったかというと、あのスヌちゃんが連れて帰ってきたスヌちゃんが連れて帰ってきてくれたんですけど、まあそうですね、あのパオマルくんはあの出身はあのスウェーデンの方になります。はい、オラマルくんと一緒でスウェーデンの方から来てくれて、スウェーデン、あスウェーデン生まれ、スウェーデン生まれ原宿育ちのパオマルくんです。よろしくパオンさあ、それでは今日は貯金を、あれじゃん、なんだっけ、値段言い方が違うな、貯金いくらすればいいんだろう、ちょっとまた確認しておきます、確認しておきます。250円、今日は延べ3200人の方が見てく、209人の方が見てくださったので300円の貯金と、でも2日間あったよね、違う、気のせい、竹下通りは庭です、あまさにまさにまさに、もっといった、じゃあとりあえず今日は300円を貯金させていただきます。ちょっと確認して明日100円、200円、300円、貯金、ありがとうございます。さあ、それでは少しでも気になってくださった方はぜひここのハートをピンクにしてフォローよろしくお願いします。はい、それでは今日もこの辺でまたこやーね、ありがとうございました、よいしょ、ありがとうございました、あおー、今日はこういう感じですね。スケイフェスティバル、みんな一緒に大きな